ゴジラライド面白そうだね。実際 USJ で新しくできるライドなんだろうな。ターミネーターはね、劇場型だから、実際のところそんなにひどくないと思うんだよ。だから、あんまり変わんないと思うんだよね、その、劇場系のライドっていうのは変わんないと思う。口の中に入るのはまた別、なんか関西だった気がする、口の中のやつは。なんかね、動画かなんか、なんだったかな、テレビかな。忘れちゃったけど。で、見たんだよね。ライドはライドであるんだね。何ができるかな？結構予想外なところにね、シングも、あ、そうか、ミニオンもあるか。バックトゥザフューチャーがなくなったということを意識しすぎたな。口の中入るやつは淡路島だ。あ、そうなんだ、淡路島か。あれか、なんか、二次元の森とか。二次元の森行ったことないけど。なんか、ドラクエとか行ってる子がいたわ、友達が。なんかね、何ができるかな。でも今さ、ミニオンもあるし、シンクもあるかな。ペットできるかな。ペットできるんだったらアメスパのところかな。スパイダーマンのところかなって思って。何のあれもない 予想すれみたいになってるけど